はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。今回は提督の決断法バーブギットの続きをプレイしていきたいと思います。で、前回ですね、思わぬ形でハワイで海戦に及びました。本来ハワイに対しては威力偵察を含めてちょっと当たってみようかなという軽い気持ちでハワイに艦隊を派遣したんですが、思わぬ形でアメリカ軍太平洋艦隊と本格的な海戦に及んだというところで、味方の艦隊にもダメージが出ましたので、破損した艦隊は一度日本近海に戻してドック入りをさせるという状況ですね。で、あとですね、シンガポールに入れていた艦隊のうち空母2隻、これを引き抜いて、この蒼龍と赤城ですね、この空母を引き抜いてハワイに向けて出撃をさせます。で、ミッドウェーと南太平洋、この2つの拠点から同時にハワイを攻略するという作戦を行っていきたいと思います。では早速進めていきましょう。まずはですね、そのハワイ攻略のために必要になってくるのが、なんといっても潜水艦の数、これが必要になってくるんで、潜水艦を今回は一挙に作っていきましょう。これは以前の日本プレイでもちょっとお見苦しい点をお見せしてしまったのかなというところで、かなり見苦しい戦いにはなるんですけど、潜水艦をある意味で犠牲にしてでも敵の戦艦空母、これを沈めると、で手薄になったハワイに主力の空母艦隊を派遣するっていう戦い方です。なんとしても1ターンで確実にハワイを攻略できる方法っていうのが、3つの飛行場に主力の艦隊、しかも空母ありってなると、1ターンではちょっとどうしてもケリがつけられないと、現有戦力を考えると。そうなると、この際3回に分けて攻撃を仕掛けようかなと思ってます。じゃあその3回って何っていうところなんですけど、潜水艦による攻撃、これを2回、その後主力の空母部隊を投入するという戦い方です。で、手薄になったシンガポールなんですけど、ここはですね、飛行場がもう1個完成しているので、この飛行場、第2飛行場ですね、ここに増強をかけましょう。黄色騎士の立候、これを大増強で、護衛機とかの数がこんなにあってもしょうがないんで、護衛機の数を減らし、直縁の数も少し減らしましょう。で、必要なのはやっぱり敵の艦船への攻撃なんで、これを中心にね、できる構成へと変えていきます。で、第一飛行場の方を見直して、第二飛行場、いや第一飛行場ももうちょっと雷撃機増やしたいよな。今だと97式の観光か、これ96式の立候に変えましょう。すべてで、どうしようかな。これだと数がちょっと減っちゃうけど、救急の艦爆を乗せたりするよりはいいでしょう。一旦これでいこう。これでも500機近い航空機を配備してるんで、シンガポールはこれで持ちこたえてもらうと、そういう前提ですね。で、日本へ向けて出発している艦隊、これは航空戦力を増強しておきましょう。すでに増強済みであればそれでよしというところですね。あと南太平洋も確認します。南太平洋も空母はすべて腹に艦載機を抱えている状態ですね。ではこの後は兵器開発を見ていきます。新兵器がですね、まずこの艦載水上レーダー、無線波を敵水上艦に反射させて敵の位置を確認できるというものなので、これは早速やりましょう。あとは航空水上レーダー、これも同じですね、ただし航空基盤です。これをやりたいんだけどお金がないか。そうなるとヘッジホックだけ入れておきましょう。ヘッジホックは爆雷、敵の潜水艦に投下する爆弾ですね、これをより遠くに飛ばせるよっていうものです。で、物資の援助は今回はこっちもないからな、石油の修理をしておきましょうか。で、あとはというところなんですが、
潜水艦これを生産したんで残ったお金で航空機必要になってくるのが冷戦の32型これ未配備数がもうゼロになっちゃってるんでこれを27機全部生産しましょう。これでお金も使い切りました。でミッドウェーの艦隊の整備を行います。ミッドウェーの方の艦隊なんですが第9艦隊と称しているこれは揚陸艦だけなんでこの後第6、第10の艦隊に配備をしていきましょう。で第12艦隊、第10艦隊、これですねそれぞれ潜水艦隊として再編します。なので今だと艦隊の編成ですね。ミッドウェイに入っているこの第10艦隊を編成して新たに第15艦隊として潜水艦だけ引き抜きましょう。で代わりに揚陸艦を2隻で第6艦隊の方はすでに16隻体制になっちゃってるんでこれもちょっと駆逐艦2隻を出して揚陸艦を乗せます。でこの後もう1回2回と艦隊の再編はしていかなきゃいけない局面が出てくると思うので一旦それを待ちましょう。ではターンを進めます。また誰かがハワイ沖に行こうとしてるな。第12艦隊がハワイへ行こうとしてるか。そうか命令自体がハワイに出発っていう命令出ちゃってたんですね。ではこれすぐに撤退に入らせましょう。撤退します。でさっきお話したように潜水艦隊を投入すること2回でその後に空母部隊を出して一気にこれに型をつけに行くという戦い方をしていくので潜水艦がかなりねこの後数が減っちゃうんじゃないかなというのもあって先ほど潜水艦を大量に作ったんで、まあ、潜水艦の数が足りなくなってきた場合にはお敵ここまで飛んでくるな。今橋の端にいるんですけどね今ちらりと敵の航空基地から偵察機が飛んでましたね。怖いな本当に。でこの後の動きなんですがさっきお話したように潜水艦部隊を投入していきますんで潜水艦部隊を一度集めます。防空艦が完成しましたね。防空艦でこれは航空用のエンジンですね。でそれに伴い冷戦の22型あとは艦上攻撃機の天山この2つが新たに開発可能になったがまず冷戦の22型ですが航続距離2200キロは優秀だな。ただ爆弾が120キロしかないんでまあやるんだったらこの冷戦の22型をベースに艦上の攻撃機あるいは爆撃機を新たに設計するっていうのはありかもしれないですね。で天山は攻撃機ですね。800キロ爆弾さらに魚雷搭載可能ただし急降下ができないという内容です。そしたら早速兵器開発で天山と22型これは入れていきましょう。まあ本来だったら陸上の攻撃機もね鍛えていきたいんですけど正直陸上の攻撃に金を回してる余裕がないというのが実情なんで。ドイツはアルミ不足か。今回じゃあドイツにアルミを供与しよう。であとはだ艦隊ですね。日本近海にいる艦隊飛龍があと1週間かかるか。早く欲しいな。これがミッドウェイに次週到着ですね。でミッドウェイの方はというとおだいぶ艦隊が集まってきてるな。これで次のターンにある程度まとまった潜水艦の攻撃ができそうですね。
さらに次のターンにはミッドウェイに戻ってくるので、そうするといよいよハワイ攻略作戦を発動しましょうか。敵はこんだけの戦力、いや、そうそうたる戦力だな。こうやって見ると敵の第一艦隊、これが戦艦部隊ですね。戦艦2隻、あとは従順クラス、まあ、巡洋艦クラスが2隻、駆逐艦クラスが5隻、第二艦隊、これが正規空母ムンダ、さらに護衛空母が3隻ですね。第三艦隊、これが戦艦部隊、まさに戦艦部隊だな、戦艦4隻、さらに護衛空母3隻、まあ、これをなんとか削っていくっていう戦い方かな。で、次のターンに到達する人たちというのはこの小笠原にいる空母部隊だけだよね。そしたら早速なんですが、艦隊の再編をした上で攻撃を行っていきましょう。潜水艦部隊がちょっと心もとないかなという気はしますが、これ以上待ってても次のターンで潜水艦は来ないからね。それとも勝破している飛竜、これも移動させる。まあ、万が一のために移動させよう。で、艦載機の確認だけはしておきます。艦載機は搭載指示を出したそのターンでは搭載できないんで、搭載漏れがないようにだけしっかり確認しましょう。97式の艦艇の数が足りてないね。今回ちょっと艦艇を作りましょう、後で。というか今すぐ作ろう。97式の艦艇、17だけか、ちょっと数が寂しいかな。これで空母が今5隻体制になったね、こっちで。でもう1隻連れてくるんで、まあ、それでなんとかって感じかな。ではハワイに向けて潜水艦隊を投入します。この潜水艦隊による攻撃がどれだけハマるかですね。
敵の艦隊全く発見できないな。しょうがない。委任だとこういうことがあるからな。発見したね。さあ敵の艦隊の場所は割れてるぞ。ハイエナのようにやってきたぞ。敵の空母を沈めてくれ。すごいな、この敵の戦艦部隊をちょっと叩ききれなかったかな、これ見てるとね。結構取り逃したかな。それなりに目的を果たしたとは言えると思うんですが、味方の損害がどれくらい出てるか確認しましょう。味方の潜水艦、まあ約半分が沈んでますね。で敵の方なんですが、まず護衛空母1隻、これ撃沈してます。さらに正規空母レンドバ、ミンドロ、これ撃沈。軽空母ワイルドビル撃沈。ロア・アラモス以下巡洋艦撃沈してます。まあ、まずの成果かな。で潜水艦が完成してますね。これ早速ハワイに向けて出しましょう。で航空用のエンジン、これが開発可能になってますね。まずは超活動ですね。これハワイかどうかっていうところだよね。で続いて兵器開発なんですが、航空用のエンジンはもうすぐにでも開発を入れていきます。でその他技術開発、このところしっかり入れられてないんですが入れましょう。で物資援助、これは石油の押し売り、それしかないかな。で続いて艦隊ですね。で前回はもう本当に潜水艦しか作らなかったんですが、今回は防空艦として前回設計している駆逐艦ですね。もう敵の航空機をバッサバッサと撃ち落とすための空母の随伴艦として設計したこの護衛用の防空艦、これを作っていくのと、あとは昇格、これを作っていきましょう。空母はどんだけあっても足りないですからね。随竜、さらにもう一隻、宝竜で未配備艦は新たな潜水艦隊として後ほど作っていきましょう。で輸送船をレイテで確かね放置しちゃいましたけど、沈められてるはずなんで、いや沈められてないね。じゃあ大丈夫、この辺りかな。
で、あとは艦隊の春季遠征ですね。第16艦隊として潜水艦を一路ハワイに向けて出撃。で、ハワイの方はというと、引き返してきた艦隊等々あると思うので、これを再編していきましょう。いいですね。で、あとは南太平洋に入っているこの艦隊から潜水艦だけ別にしましょう。ハワイに向けて出撃。数はちょっと減っちゃってますけど、これは致し方ないところですかね。あと第12艦隊、これも潜水艦隊再び出撃です。第15艦隊も再びハワイへ。で、残りの艦隊、これ再編していきましょう。まず第1艦隊、ここなんですが、提督誰乗せるかだな。航空レベルがそれなりに高い人をこっちにも乗せてあげたいんだけど、長門に乗せるぐらいだったら近藤さん乗せよう。で、機関をこのままにして、第3艦隊、第6艦隊、第9、第10だ。そうすると第10艦隊と第1艦隊をまず合わせましょう。戦艦長門。第1、第3、第6となりましたね。これで、ちょっと、数的に心もたないのが、それでもやっぱり第3艦隊が少ないんで、第3艦隊に第9艦隊を編入させます。駆逐艦2隻とはいえ、これでいいでしょう。で、このあと勝破しているものの飛竜、さらに戦艦、潜水艦部隊が到達しますんで、これをもって一気にハワイ、これの攻略を行いましょう。ちなみに飛竜には艦載機はボロボロだね。乗せておきます。で、あとはというところで言うと、まあ、あの潜水艦にね、提督誰か乗ってない人がいるんだったら乗せましょう。まあ、乗せないよりマシという、それだけの話なんで誰でもいいです。城島とかね、城島さんとか今航空レベル A だったけど、指揮できるようになる、空母の指揮が取れるようになるには階級が全然足りないですね。もうちょっと階級をガンガン上げてってもらわなきゃいけないんで、そういう意味でも乗せていきましょう。提督が乗っている戦艦なり艦船なりが沈んだとしても、正直戦死ということがないんで、まあこう言っちゃなんなんですけど、もうとにかく乗せていくっていうのはありっちゃありかなって感じなんですよね。まあちょっと今回のこの潜水艦たちが、帰還できるかというと、まあ、かなり酷なやり方なっちゃいますけど、帰還はちょっと難しいかなと思うんで、まあ、さっきの対戦でいう特攻じゃないんですけど、死んでしまう可能性が、船自体、潜水艦自体が沈む可能性は高いんで。おっと、マラッカに敵の艦隊が入ってきたか、このタイミングで。まあ、これはしょうがないで防ぎましょう。了解。
まあ、雨が止まないことには始まらないからな。敵艦発見。まあ、航空戦力はだいぶ充実させてるんで。撃退しましたね。潜水艦が2隻失われましたけど、まあこれくらいの損害だったら全く問題ないかな。さあこっちだ、問題は。さあしっかり敵を削ろう。さっきのシンガポールの防衛戦で見ましたけど、やっぱり陸上タイプの飛行機、足が速かったですね。艦上タイプのものに比べると。さあじゃあ何隻か引き抜いて、進めましょう。どうせまた敵の艦隊発見が遅くなる可能性が高いんで。視界が狭い時にね、見つかると結構辛いよな。さあこの潜水艦たちでどこまで空母削れるかだな。敵の艦隊は以上なのか、もしかして発見できてないだけなのか。偵察機は飛んでるけど、敵の艦隊は発見できないということは、敵の艦隊今回いなかったんだな。さっき撃破した。いや、敵の艦隊いる。これがあるんだよね。いないいないと思ってたらいるっていう、このパターン。取り逃がすんじゃないか。
戦艦が一隻間違いなくいましたね。逃げられたか。味方は潜水艦にダメージが出てるね。第二艦隊を発見できないまま終わってますね。酸素魚雷が開発艦の攻撃力が上がった魚雷ですね。さて次のターンどうするかなんですが、次のターンも同じく潜水艦による敵の減衰作戦、これの続きをやっていきましょう。まあ確かに多くの犠牲を生むという何ともな作戦ではあるんですが、それにしたって有効性があるんで、どうしてもこの作戦に頼らざるを得ないっていう悲しい現実ですね。本当だったらこの第2波を持って次主力の空母部隊を出したかったんですけど、もう1ターンすいません、これやらせてください。もう1ターンで済むかっていうちょっとした前振りはしておきますが、まずはここですね。で南太平洋からも、いや南太平洋の方は全部沈められちゃったんだな、悲しいことに。そしたら内政から確認していきます。まず情報活動がいいよね。で物資援助は今回はじゃあアルミを2000ほど上げましょう。で兵器開発、これ絶対やりたいのが酸素魚雷。ああ酸素魚雷はもう搭載されましたよって話だね。航空水上レーダーをじゃあ開発しておきましょう。で航空機の開発は意識の立候補とかこの辺りはやる余裕がないんでね、さっきお話したようにもう感情タイプのものに全て切り替えていきましょう。でだこっからですね、まずは空母さらに増強していきましょう。まあ、空母ははっきり言って数どんだけあっても困らないっていうね、そういうものなんで。あと戦艦は、まあ、数はいらないので、大和型これを作るぐらいだったら、まあ、優秀な巡洋艦を2隻3隻と作る方がいいかな。余裕が出てきたらもちろんヤマトも作りたいところなんですけどね。さあではこれで時間を進めましょう。で今回はアルミをあまり使う余裕がなかったんで、物資援助でアルミの額を5000に増額しましょう。これでドイツが踏ん張ってくれれば全然よしと。おっと間違えて第一艦隊投入しちゃったか。これ完全なミスだな。いや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 、なんで不参加にして第5艦隊だけ参加、これでいこう。ですぐに撤退させる。一旦敵に与えてしまったこれが基地と出るか京都出るか。基地と出るんであれば味方の潜水艦が増強されるんでよしと、京都出るんだったら本当にわからないですね。敵がギリギリ空母を突貫で直してきちゃうっていう可能性があるんで。それが怖いな。航空用の素材が開発可能になりました。では
今度こそ間違いなくハワイに送っていきましょう。で結果的にそうか、勝破していたこの第5艦隊の飛龍が復活を遂げたんだな。じゃあ第6艦隊から編入させよう。これでだいぶごっつくなったんじゃないの？第5艦隊が。そうだよね、これはこれで全然良しなんじゃない。ただ空母っていう意味で整理をしていくと、空母に特化させたいんで、第5艦隊すらも解体するっていう感じかな。第3艦隊に空母を入れる。で第1艦隊空母2隻しかいないんで、これ第5艦隊から、いや違う、第3艦隊から空母を2隻引き抜く。で駆逐艦を出して代わりに戦艦ケージュ、これで次の戦闘に参加させるのが第1第5で、南太平洋にいるこの艦隊という形かな。南太平洋までこの第三艦隊の移動が間に合わないと思うんですよね。まあ、ただここにいさせても意味はないので、一応移動だけさせておきましょう。2週間かかりますね。では、また兵器開発、これからやっていきましょう。航空用の新素材、これはやりますと。で、続いて技術開発は、感じで入れていきます。で物資援助、今回はじゃあ鉄を5000ほど供与しよう。で、あとは航空機の生産、冷戦の32型これを40機で、水星こんなところでいいでしょう。しっかり削ってこいと、そういうことだな。了解、了解、了解。敵の空母がこの辺りにいるな、間違いなく。了解、了解。魚雷を全部撃ってから沈んでほしいんだよね。ちょっと酷な言い方だけど。魚雷を全部撃ってから沈んでくれ。空母がいるぞ、空母を沈めてくれ、空母だけは仕留めてくれ。いやー空母取り逃したな、完全に取り逃しですね。
了解。この辺りに空母がいるのは間違いないんだけど、空母沈めて沈めて沈められないか。この空母は逃亡するか、いやわからないな、ついていこう。逃亡するな。サラトが沈められずに終わりそうですね。あー、こっちに大戦艦部隊がいたわ。とんでもねえ部隊だこれ。いや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 、アメリカ軍恐ろしいな、本当に恐ろしい。未だにこんだけの戦力持ってるって化け物ですね本当に。いやー、日本軍の潜水艦部隊は文字通り壊滅したな。お、装甲交番が完成してるじゃないか。耐水レーダーも完成ですね。ハワイの動向が分からなくなった。さらにここに来てこれか、きついね。まず耐水レーダーは確実に優先的にやるでしょう。で、技術開発はお金に余裕があまりないので、まあ、薄く入れていきます。で、物資援助は鉄を、本当はアルミが欲しいんだろうなというわけでアルミに切り替えよう。で、あとは新規編成、いやー違う、新規に造船ですね。空母、どんだけ空母つくんだって話なんですけど、空母はもうあればあるだけありがたい。なので空母今回新たに2隻進格、まあ、昇格がね結構使いやすいんですよね。結局搭載数が多いんで、1回1回の出撃させる数が圧倒的に多いんですよね。さあ行ってこい。だいぶ目減りしてきたこの自滅部隊だけど、あんだけの潜水艦部隊見せられたらな、ああ戦艦部隊見せられたらな、ちょっとあのまま空母出す気になれないよね。なんかさっきの第二次世界大戦の時に、まあ、ミッドウェーで日本海軍は正規空母3隻これ一挙に喪失するんですけど、その時のことがトラウマになって、どうやら空母を出し惜しみするっていうことがねあったらしいんですよね。まあ、今回まさにそれと同じことが自らやろうとしてしまってるというのがあるんですけど、いやーやられたな。それなりに敵にダメージを与えたと思うんですが、これでじゃあいよいよ敵のハワイに攻撃を仕掛けますか。これ本当にねダメだったら
多分やり直しをしなきゃいけなくなると思うんですよね。それくらい勝敗を分けるそういうものになると思うんですが、おー、シナノが完成したね。シナノはね、装甲空母と呼ばれている空母なんですけど、搭載機数が至って少ないんで、大砲型にせざるを得ないかなって感じかな。大砲型をじゃあ早速作っていきましょう。この後はね。さて、じゃあいよいよ、軍を本格投入するんですが、大砲型だね。大砲型を生産して、あとは技術開発だね。今回技術開発また薄くにはなっちゃうんですが、まんべんなく入れていきます。で、物資援助は、別。情報活動は進んでるね。飛行場の場所は割れてないのか。この状態で艦隊出すのがいいのかどうかっていうのはちょっと微妙だけどね。航空機をじゃあまんべんなく作っておきますか。未配備数が冷戦の32型がちょっと数が少ないので多めに作ります。で、あとは今主力になっている水星、これが未配備96、96、いや97の観光が100だったら作らなくていいかな。だったら残ったお金鉄で水上艦作りましょう。で、巡洋艦クラスとかは作ってきてるんで、いよいよじゃあヤマトを作るか。もう一隻お金がちょっと足りないんで、次のターンでヤマトを作りましょう。じゃあいよいよハワイ攻略戦。まあ本当はね、ハワイがちょっと不安なんだけどね。何が不安かっていうと、敵の航空基地の場所が割れていないっていうね。あの場所はもう見たんで分かってるんですけど、現場指揮官たちが分かってないんで、それを探すっていうところから一応やらなきゃいけないっていうのが微妙なんですよね。さあ、ではハワイに向けて出撃。まあ航空機の配備状況でいうとね、もうマックスに近い状態だと思うんで、了解。はまるかはまらないか。さあ、まずは偵察機を飛ばして、敵の艦隊の位置から探っていきましょう。発見したね。空母部隊だ。早々に攻撃隊を飛ばそう。うわ、めちゃくちゃな数出てんな、相変わらず。まあ、先に敵の空母をどんだけ叩けるかでの。
すごい数いるよね。戦艦でガッチガチに固めてるよ。なんかあっさり沈むよね、この感じだと。さあ団子状態になってるね。うわー、敵の方からついに爆撃機が飛んできちゃったよ。分かってるよ。硬いんだよあの戦艦。敵戦艦撃沈ってさ、硬すぎんだろあの敵戦艦。いやー敵の空母も出てるな。どの空母が大破したんだ。ちょっと流れていてわからない。空母加賀が大破してるね。これだな。いや神格か、これはこっちか、こっちだね。この空母は撤退させよう。戦艦はいい。この際どの空母が大破した。神格、いや違う、どの空母だ。うんとだな、うんと。なあ早い、沈没が早いよ。逃げてくれ。
この戦艦部隊重すぎるわ。さらにここに敵の正規空母いるんでしょう。いやー、今回突入のタイミング間違ったな。いやー、夜の間にこんなに敵と接近した状態で夜を迎えるって最低だな。夜の間はやることがないのでちょっと時間を早めちゃいましょう。空母があんなところで何してるんだ。めちゃくちゃだ。もう空母がどんどんやられてる。くそー、こんな結果になるとはな。先に雨が止まないと来てる。いやー、乾杯だなー。乾杯だわ。
やられた。ハワイの硬さを侮っていた。これ残りの艦隊投入してもどうにかなる話じゃないからな。ハワイは取れないか。これがハワイの恐ろしさよ。夜明けとともに航空機をバスッと飛ばせるように位置だけ移動させておきましょう。しっかり粘るなこいつ。なんだよニューホーリンズとか言ってさ、いや粘りすぎだろ。ちょっと待ってくれ、マジ粘りすぎだから。了解。
いや待て待て、意外とこっち飛行場が少ないか、いや航空戦力が少ない可能性があるぞ。これはちょっとじっくり腰を据えればなんとかなるかもしれない。ちょっと待って待って、まずはだな。多大なる犠牲を払ってでもここは通る。ハワイ、よし破壊したな。もう一波出そう。雨とかやめてくれよ、このタイミングでの雨は。届いてくれ、頼む、届いてくれ。届いてくれ。削りきれないか。あとは時間との勝負だな。こんだけ削り切ってくれればハワイが取れる。めちゃくちゃ損害出ましたけどね。ここでハワイを取る、その意味は大きい。よし、ハワイ取った。いやー大損害出ましたけどね。確認していきますか。損害、空母も失ったし、それ以上にこの前の回戦でもだいぶやられましたからね。いやーよくやってくれた。ハワイ攻略いかがでしたでしょうか。もうちょっとね、一個前で取れなかった時は無理かなと思ったんですが、ハワイ無事取りましたね。で航空基地は一個だけなんで、まあ、この一個に航空機をもうすぐにでも配備しましょう。この航空機なしでは語れないと言ってもいいと思うんで、艦長の爆撃、これ夜でも離発着可能なものですね。で立航、いや観光か、観光これ100機、これでどうだ、思い知ったかと言わんばかりですけどね。はい、というわけで本当に嬉しいこのハワイ攻略なりましたね。あら、ハワイ攻略がなったのでハワイで修理しましょう。まあ、とりあえずハワイの状況を確認しておきますか。
ハワイ、大破、大破。いやー、相当な激戦だったな。そしたらシンガポールの方にも艦隊増強しなきゃいけないし、いろいろ忙しくはなるんですが、まずはこちらの艦隊の再編からですね。第2艦隊と第5艦隊を合わせちゃいましょう。とりあえずこれらの艦隊でしばらくの間このハワイで直しましょう。だってこれさ、戦艦に空母に大破しているハワイで4週間でハワイ直しちゃうんでしょ。そりゃさ、ハワイ大変よ。ハワイの次はただそうカリフォルニアですね。ここも取っていきましょうか。じゃあちょっと時間だいぶ長くなってしまったので、次回ですね、このあたり整理してしっかりやりましょう。途中静かになっちゃったのは、正直ハワイ取れないだろうなと思ったんで、やり直しかなと思ってしょんぼりしてたんですけど、無事取りました。なので次回はこのハワイで艦隊を再建しつつ、インド洋ここに攻撃を仕掛けていって、ドイツ軍の側面支援、これをやっていきましょう。なのでハワイにいるこちらの戦力は現状維持のまま、すり減った艦隊は再建の後イギリス軍の撃破に向かっていきたいと思います。というわけで、じゃあ今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。